始まってますかね。始まったか。まだシモンを待ってます。出てんな。え、始まった？大丈夫？俺の画面始まんないんだけど、ちょっともう一回入り直します。あ、始まってんね。よし、OK。 こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。 YouTube だけの方は本当にお久しぶりなんですけど、ちょっと今日ね、ピンマイクじゃなくてこっちのこのマイクを使うことにしましたので、あんまり慣れてないんだけど、声聞き取りにくいよっていうのがあったら教えてください。これでね、多分いけるはずなんで。こんばんは、始まってる。ありがとうございます。よし。ピアノどうですか？まあ、自分でも音量チェックはやってるんだけど、映像ずれてる。マジで。マジで。待って、それは音と映像ずれてる。なんでだろう。え、どっちだろう。高画質にすると音がずれる。あー、設定って今から変えられたっけな。ちょっと待って。じゃあ出力の音声ビットレートを144にしてみようか。高画質にすると音声と映像がずれる。 Wi-Fi 的な問題はね、今日は大丈夫にしてあるんですけど、有線 LAN でつないでるんで。これで入り直してみたらどうですかね。ちょっと変えました、設定を。音声ビットレート160じゃなくて144にしてみたんだけど、もうちょっと落としても大丈夫だと思うけど、声が遅れて聞こえてくる。あ、そんなに。え、まあ、どっち、映像が遅れているのか音が遅れているのか、どっちでしょうか。すみません。あれ、音声チェックしたんだけど。え、どっちどっち、映像遅れる、声が遅れる、映像が遅れる。
映像が遅れてるの方が多いぐらい。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。映像遅れてるっぽいね。映像遅れてる？マジで？どうしよう。え、さっき大丈夫だったんだけど。じゃあ映像ビットレート下げるか、思いっきり1万から5000円にしてみようか。これでどうだろう。直った。入り直したら良くなった。今大丈夫になった。良くなった。あ、じゃあ多分さっきの音声ビットレートのせいかもしれません。すみませんでした。なんかさっきね、自分で録画でね音声チェックするんですけど、その時はできてたんだけど、やっぱり配信に載せてみないと分からないこともあって、もう一回ピアノ。大丈夫そう？音声チェックに使われるショパンの気持ち考えてみたことあるって、小学校6年生の女子とかに言われそう。男子ちゃんと掃除して。何シモンショパンを音声チェックに使ってんの、先生に言ってやろうって言われそう。ありがとうございます。今日いただいたスパチャのお礼は全部多分読めないよ、読んでたら大変なことになるのでお礼文を掲載させていただきます。ありがとうございます。で本当はね、お一人お一人お名前と文章をお読みしたいんですが、で、ね、コメントはちょっと適宜というか目に入ったものに関してはね読んでいきますね。追い切れなくてすみません。もう300人以上の方がありがとうございます。よし、今日はなんとね、奇跡的に上の人がね、いないということで、はい、もうひっちゃ
ちゃかめっちゃか、やった、こっちだ。ひっちゃか、ひっちゃかめっちゃかできるわ。滑った、お尻で滑った。そして15年ぶりぐらいにね、このなんだっけこれ、ポロシャツを、ポロシャツを着ております。よし、じゃあちょっと弾いていきましょうかね。特にね、別になんか曲を決めてるってわけでもないので、あの昨日いただいたリクエストの中から弾いたりとか、まあ、いろいろします。いろいろポップスもいっぱい弾きます。じゃあね、まずはね、まずはね、あ、まずこっちかな。まあショパン弾いたんでクラシックからいきましょう。あ、ちょっと声遠くてごめんね。声、あのマイクじゃないとき声遠くてごめんね。あのショパン弾いたのでクラシックちょっと弾いていきます。Thank you.
シューマン、ミルテの花、リアとリスト編曲の検定でした。お、手がね、緊張しちゃってもうカチカチに凍ってますね。今日配信の後にね、作って食べようと思ってるんですけど、塩ホルモン凍らせてあるんだけど、塩ホルモンぐらいカチカチですね今。ありがとうございます。パチャもたくさんありがとうございます。コメントもね、盛り上げてくださってありがとうございます。あ、初お披露目のポップスな、ねえ、もう誰も当てられなかったというか、誰も何なのか予想もつかないと思いますけども。あ、ちなみにね、塩ホルモンうまいよね。さっきちょっとツイッターでタイムライン見てたら、You Raise Me Up って曲あるじゃない、それのことを話してる人がいて、フォロワーさんがいて、なんかタイムライン流れてきたんで、始まる5分前に手紙じゃない楽譜をね買ってみたんで、今ちょっと初見で弾いてみてもいい？いきなりクラシックじゃないけど。なんかめっちゃ難しいの買っちゃった、すごい難しいの多分買っちゃったんだけど、ちょっとやってみるね。繰り返しはないね。じゃあこうしよう、ちょっと弾いてみます。まずクラシック弾くねって言っといたのに、もう手のひらくるくるでね、申し訳ない。
ちょっとマジガチ初見すぎてマジでさっきこれあのなんならマジであの購入した履歴見せてもいいんですけど、あの始める直前に買いました。うわー意外と難かったね。あの二丁町で始まって辺歩町長にあの転調するのはなんとなくは知ってたけど、はい、いきなり初見演奏でした。肩これあの、そう、初見演奏とかあの練習してない曲どうしても弾かないといけない時ってあるじゃないですか。めっちゃ肩こるんですよね。あの譜面をさもうバッキバキの目で見ながらさこんな感じでねやってっから。さあ次行こう。今日はねせっかく誰もいない誰もいないっていうのは上に人がいないんでいろいろ弾きたいなと思っております。さあ何やったかな。リクエストもらってたやつなんだったかね。あ、そのプログラムとしてそのセットリストとしてはぐちゃぐちゃになっちゃうけど、思いついた曲ちょっとポンポンポンって弾いていく感じでいいですか。ザナルカンドにてリクエストされてたんで弾きます。
ザナルカンドにてでした。あ、いろいろちょっと今思い出したんですけど、今夏じゃん。夏の曲いろいろ今弾こうって思いついたので、この前楽譜買ってトマムで一回ほぼ初見みたいな感じで弾いたんですけど、少年時代を弾きたいな。少年時代、井上陽水さんの S で入れてたっけな。 S、 あったあったあった。あ、いいね。サマーとか天秤の玉を後で弾きましょうね。こうしないといけないかな。1括弧、あ、違うな、リピートいって戻って2括弧いってそのまま終わりか。 OKOK。 これ意外と、懐かしいですね。僕もこれ父親がね大好きでね、小学校 3,4 年生の頃に歌詞の意味も分からず歌ってましたね、うん、懐かしいですね。
せっかくなんでいっぱい聞きたいから、これもちょっと弾いちゃおうかな。いけっかな、ターン。多分いける、多分いける。あのですね、札幌というのはお盆が過ぎたら完全に寒くなっていくんですけど、残暑っていうもの、たまにね、9月ぐらいまで残暑あるけど、基本的にはもう寒くなる一方なんですよ。ってことで、夏の終わりのハーモニーを弾いてみます。夏の終わりのハーモニーでした。今ね、家族がケーキを買ってくれ来てくれて、多分冷蔵庫に入れた音がしたんで、おそらく7時ぐらいにケーキを食べましょう。ワインとね、先にお酒飲んじゃうとね、ピアノ弾けないってことが去年の誕生日配信で嫌というほど分かりましたんで、はい。ピアノいっぱい弾きたいんでね、久しぶりに。お酒はまだ飲みません。夏の終わりのハーモニーっていうことで、今これ井上陽水さんと玉置浩二さんの曲なんですけど、玉置浩二さんのメロディーもちょっと弾いてみましょう。夏と関係ないけど。
M か M か違うな T か T だ。玉木浩二さんでメロディーでした。ハーモニーとかメロディーってよく使われるけど、リズムってあるさ曲ってあんまりないよね。あんまりないのか分かんない、知らないんだよ。全然統計的に調べてるわけでは何でもないんですけど、あんまり見ないなと思って。夏に戻りましょう。夏なー、なんかないかな。夏夏夏、あれある、ね、天平の歌、天平、よし、じゃあ天平の歌の後3枚いきましょう。
天秤の歌でした。あ、もしよかったら高評価チャンネル登録お願いします。言えたー言えたー言えたー、待って高評価書きます。チャンネル登録よろしく、よろしくお願いします。してますね知ってた、うん、知ってた、チャンネル登録高評価よし OK で、これを固定にすると、あれメッセージ固定なったかな。あ、違う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 人の違う人の固定しちゃった。違う違う違う間違った間違った視聴者さんの拍手固定しちゃった危ない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 。あ、トシチャンネルさんありがとうございます。あー、あっつ今日一汗かいたわ、危ねえ。めっちゃ汗かいた今の一瞬で。よし、ちょっとポップスいっぱい弾くよ、次サマー、次サマーね、オッケー。さっきね、会いたくて今っていう文字も見えたんで後で弾きますね。あ、そっちだったカメラ、後で弾きますね。配信慣れてないあるある、あのカメラ向こうなのにマイク見て喋っちゃうっていう。なんだっけ、サマー、サマー S でいけるはず。Thank you.
久石譲さんでサマーでした。お、まだ始まって1時間しか経ってない。いやまだまだ弾けるぜ。あ、会いたくて今ね。聞きに来てる人、ピアノとトークって書いてるけど、こいつトーク全然しねえなって、ピアノばっかり弾くなって多分思ってる人がいると思いますが、ちょっと今日はね、意外とピアノメインで。わあ、ラベルはちょっと今日弾けねえな。ガチ練習しないと弾けない。あの水のタオルもね。すいません、会いたくて今、会いたくて今、私が今会いたいのはミーシャ。あれ、ミーシャ、ミーシャ、ミーシャ隠れてるな、ミーシャ。あ、スパチャもたくさんありがとうございます。後ほどあのお礼文を書かせていただきます。Thank you.
ミーシャさんで会いたくて今でした。さっきちらっと見えたんだけど、僕の年を26歳だと勘違いしてる方いらっしゃいましたけど、36歳でございます。36歳だよ。検定は一番最初の方で弾きました。1週間アーカイブ残すんで、そこでぜひよかったら聴いてみてください。お腹空いてきたな。ちょっと激しめな曲というか元気な曲を弾きたくなってきたんで、なんかないかな。ちょっと崩壊したら超申し訳ないんですけど、あれ弾いてみっか。カプーチン弾いてみっか。崩壊しました。すいません。ジャズっぽくていいよね。わかる。Thank you.
カティン君のリズム感が欲しい。元ちゃんの曲を弾きました、はい、さっきなんだっけ、何リクエストされてたっけな、なんかすごい優しい曲が、あ、メンバーシップ本日登録しました、ありがとうございます、ありがとうございます。なんだっけな、なんかリクエ、これ弾く前はリクエストされてるの覚えてたんだけど、弾いた瞬間に完全に忘れちまった。なんだっけな、忘れちゃったな。まあちょっと思い出したら、思い出したかコメント見て、あ、これだと思ったら弾きます。なんかね、クラシックじゃなかった気がするんだよな。クラシックじゃなかった気がするが、今愛の夢って出たんで愛の夢弾きます。あー、危ねえ、楽譜全部消去しちゃった、第3番あ、キス・ザ・レイン、そうだ、そうだ、キス・ザ・レインだ。あの、リストの愛の夢第3番を、thank you.
リストで愛の夢第3番でした。さっきねピアソラって文字が見えたんだけど、僕ピアソラで弾ける曲1曲もなくて申し訳ない。弾けない。なんだっけな、あとあキスザレイン、キスザレイン、あそれ弾こう。ちょうどあれなんじゃない、超一緒なんじゃない、アスドアだったでしょ多分。Kiss the Rain、 イルマさんで Kiss the Rain でした。ありがとうございます。赤スパとかも本当にありがとうございます。もう本当に本当にありがとうございます。皆様可愛いが泣いてる。
ありがとうございます。ありがとうございます。地球最後の告白、いやごめんね、今ここで僕が地球最後の告白吹いたら全俺が泣くわ、弾けなくて弾けなさすぎて全俺が泣く。あ、楽譜ねえな。あ、本当に本当に楽譜ない。わ、楽譜がない。でもちょっと弾きたくなったから楽譜を今探してるんだけど、楽譜整理した時にもしかしたら間違って消しちゃったパターンかな。なんかない、見つからないです。申し訳ないです。うん、もう今目血走りながら探してましたけど、ない。わ、ないわ。ないね、うん、こんなにないもんですか。うん、違うね。うん、あ、ないわ。え、消しちゃった。カナリア行こうか、じゃあちょっと。すいませんでした。え、Why? Search。 あれ、
米津玄師さんでカナリアでした。今ねちょっと家族が出入りして、あの多分ケーキがあるよってことを知らせたいと思うんだけど、もうあの見てたら分かってますんで、あのよろしくお願いします。私の家族の方ありがとうございます。見せようかじゃあ分かんない分かんない、なかったらどうしよう、これでなかったらどうしよう。あ、こっちから。あ、ありますね、すごいのあるね。まだ食べないよ、ちょっとまだピアノ弾いてたいんで。今日いっぱい弾くからね、本当に。なんなら多分9時くらいまで弾けるから、俺の気力としてはね。やっぱりライブ楽しいです。ダンゴムシ君ありがとう、モデレーターありがとう。もういつも助かってるわマジで僕の配信唯一のモデレーターダンゴムシ君、また旅に行こうぜ。ちょっと今度釣りですね。うん、がっつり釣り、がっつり釣り。36歳、もう初っ端から面白いこと言っちゃって、暑さも皆さん吹き飛んだんじゃないですか。うん、めっちゃフルーツ、逆から取り出しちゃった。めっちゃフルーツが怖い怖い怖い、ピアノの近くではダメ。めっちゃフルーツ、これ後で食べますが、あの本当にすごいね。後でいただきます。よし、ふう。Thank you.
米津玄師さん続けてね、ペールブルーでした。はい、ありがとうございます。アスパチャもありがとうございます。あとで完全なるお礼文を、完全なるお礼文、うん、あるんでしょうか、そんなものが。はい、概要欄に書かせていただきます。北海道も夏だね。うん、全然今はまだ暑い、なので今冷房つけてるけど半袖でも汗ダクダクでお送りしております。月の光、わー、はー、なるほど、楽譜が楽譜の問題がねありまして、あ、待って、あれあるじゃん、カバレリアルスかな、弾くっつってた、忘れてた、そうだ、リクエストされてた、マスカーニ作曲ね、オペラカバレリアルスティカーナより感想曲でした。ぜひね、これ曲だけじゃなくてね、あのオペラをね、ぜひとも見ていただきたい、衝撃的なオペラなんでね。お腹が空いてきたかもしれない、お腹が空いてきたかもしれない。
ヨルシカさんの花にボールでした。僕のこのピアノ、あのシとミとファとかなんかいろいろ雑音が入っちゃうってもうどうしようもないんですけど、もうあの40歳ぐらいのピアノでどうしようもなくなっちゃってオーバーホールとかしないといけないんだけど、思いっきりそのドーレンダの部分がね、ドーレンダの部分がその雑音がどうしても入っちゃう部分でして、すいません。ですね、でですね、はい、もう一曲ね、ヨルシカさんに弾きたい曲あるんですよ。はい、なんで、なんだろう、この前ね、あのトマム行く前にこの曲に出会い、まあ、一回初見で弾いたっきりなんですけど、ちょっとね、ヨルシカさんで、ね、左右毛という曲をちょっと弾いてみようと思います。
これがちょっとこの前4日ぐらい前に発見してめっちゃ弾きたかったヨルシカさんの左右盲という映画の主題歌になったやつですね。映画かな、うん、多分最初っから良くないマジで。ヨルシカさんはやっぱり休符がすごい素敵な作曲家、作曲家あのあ作っそうですね、うん、休符がすごい美しいのでそれをいい感じで表現したいですよね、うん、あと同音連打はめちゃくちゃ多いので弾くのは大変ですというわけで一曲弾きたい新曲ポップスあるって言ったのはヨルシカさんの左右盲でございます、ございました。はい、そろそろお腹が空いてきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。夕食はね何を食べましたか。そろそろあでもポップスだ、まあ、ポップスもいい曲いっぱいあってさいやそれは当たり前なんですけど全部音楽だから弾きたい曲が無限にありますがなんかあとなんかあるかな。彼らの大演武器、うわーちょっと今弾けないな。作りながらね。終わり方も素敵で、ありがとうございます。文法いいね。ちょっと待ってね。あ、文法楽譜あっちかな。ちょっと待って、楽譜を探します。文法の楽譜どこに置いてたかな。ここら辺かな。あ、1個だけあった。めっちゃ暗い曲弾いていい？じゃあ歌と踊りの第6番の歌の部分ちょっと弾いてみます。久しぶりに。
文法の歌と踊り第6番の歌の部分でした。さっきさらばピアノ、待って、さらばピアノ、さっきね、楽譜があったかもしれないんだよな。あ、ちょっとあれか。これはちょっとあのメンバーシップでね、あのレッスン動画、動画レッスンか、あのメンバーシップに入ってくださっている方から動画を、演奏動画を送ってもらって、それに対して僕があのレッスンの動画を投稿するっていうやつがあって、ちょっと今ね、まだ一人あの次ショパンの舟歌のレッスン動画を出さないといけないんだけど、あのそれをやってるんですけど、それの、レッスン動画で送ってきてくださった方がいて、それぶりに今弾きました。すみません、僕があの予想してたメロディーじゃなかったからびっくりしちゃった。はい、さらばピアノよでした。ついね。なんだっけ、リクエストあったな。ポップスでなんかリクエストあったな。ちょっと待ってね、思い出しながら弾きます。ミスチル、ミスチルお願いしますって言ってる人がいたんで、昨日印弾きます。Thank you.
ミスチル印でした。ヒューマンの秘書はちょっと弾けないわ。ごめんね。ああいうガチ練しないと弾けない曲はちょっと弾けない。申し訳ない。練習しておきます。これ最後ね、原曲は、まあ、今原曲通り弾いたんですけど、二丁調のハーモニーで終わらないんだよね。はい、そうね、そろそろちょっと、まだ弾きたいけどポップス、クラシックに戻っていきましょうか。はい、てかあれですよね、本当に弾き続ける4時間とかさ、弾き続けてる配信者の方々結構いっぱいいるじゃないですか。ようやるわね、本当にすごいわ。うん、本当にすごい。本当にすごい、みんな。だってこれ人前で弾くって普通に5分でも10分でも30分の1時間でも全部疲れるんですけど、疲れるって終わった後ね、やってる最中はアドレナリンがめちゃくちゃ出てるんで、もうテンション高いんだけど、やり終わった後ね、すごいから、それをなんか本当に週1とかでやってる人すごいなと思います。よし、ショパンのバルカローレ弾きます。いきなり？Thank you.
ショパン作曲船歌でした。水汲んでくるわ。楽しもうよと、いつ酒を飲むんだいと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、もうちょっと待ってね、ピアノ弾きたいんですよ。久しぶりだから、こんな YouTube でピアノを弾けること自体が楽しくて、今誕生日どうこうっていうのが正直ピアノ弾いてたら誕生日とかじゃなくてピアノ弾きてえなってなってきてて楽しいんだもん。だって楽しい、ピアノは楽しい、間違いない。カバレリアルスリカーがね、もう結構最初の方で弾きましたので、アーカイブでよろしくお願いします。ちょっとマジで弾けなくなったらごめんね、こればっかり。
コーダ弾けんかったありがとうございました。ありがとうございました。ふぅ、暑い。いやー、ショパンはいいですね。ショパンいいね、やっぱりね。なんかめっちゃやりきった感じするけど、いやー今日マジで弾けるんだよな。今日気力がもう満ち満ちてるんで本当に弾ける。
苫小牧でコスプレして弾いて以来弾いたわ。すみません、雑ですみません、全然弾けんかったわ、すみません、申し訳ない。ありがとうございます。熱っ。いや、いい曲なんだよねこれね。ちょっと本当に雑で申し訳なかったんですが、弾きたくなっちゃったね。あとなんかそう、今ね楽譜発見しちゃったから、これは弾かざるを得ないと思って。あ、なんだっけ、アンナ言われてたな、アンナって言われてた。革命、あ、革命最初の方で弾いたけど、もう一回弾く？いいよ、革命だったら。とりあえずアンナ弾こっかな。あの、だいぶ元気な曲弾いたんで今。アンナってあれだよな、ジブリだよな。トルコ行進曲、うわ弾けっかな。ちょっと後で、あの、今テンション高いから挑戦してみるね、後でね。
思い出のマーニーよりアンナでした。いや思い出のマーニーいいよな、いいよなっていうか、あのまあね、いろいろ批判があったような映画でもあるんですけど、めちゃくちゃ僕は好きですね。絶対泣いちゃう。ジブリで泣くことってあんまりないんだけど、あの思い出のマーニーだけはね、何回見てもマジ号泣するんだよね。本当に見たことない人ぜひ見てみてください。本当に僕が唯一ジブリで号泣する映画ですね、思い出のマーニー。なんだっけリクエスト、なんか、いや全部覚えきれない、あの無視してるわけじゃないんで本当にすみません、あの本当にすみません練習しておきます。あと楽観パネラはね、俺弾いたことないの、ごめんね。まあ、弾いたことないんですよ、すみません。あ、ラフマニノフとか、あ、そっち系な。うわー、いやー、あと5時間ぐらい弾かないと、弾きたい曲なんて全部弾けないじゃん。うわ、うわー、ラフマニノフとかシューベルトとかね、終わった。終わった、ドビュッシー版画とか、いやー、マジか。時間足りねえ。うわ、マジか。あるじゃん、弾く曲。びっくりしてる今。で、今弾くのは、あれ、弾けっかなこれ。トルコ行進曲。あ、オッケー。ちょっと待って。ブラブラ、オッケー。え、待って。じゃあ、革命弾いて、とりあえず革命弾こう。革命めっちゃ弾いてたから。Thank you.
全然弾けてないのに弾けてる風を装う人、モノマネしました。危うく止まるとこだった。よし、次なんだっけ。まあ、そろそろな。でっかい、まあ、そろそろ乾杯したいですか。どうですか。まあいつものやつ。札幌クラシックとか買ってあるし、わ、赤ワインとかも買ってあるんですけど、どうですか。そろそろ乾杯でしょうか。あ、出た。変なやついるな。これね、一応遅延をね、3秒入れてるんですけどね、ボットなんでしょうがないですね。乾杯する、乾杯する。 OK OK、 いいでしょう。ビール、まあ僕と言ったらビールだよな。ウイスキーかビールだよな。どこに用意したっけ。あったかった。というわけで皆様、あれ、まだケーキ食ってないじゃんね。いや、まあ乾杯か。とりあえず乾杯だ。うん、ケーキは、じゃあちょっとやっちゃおう。とりあえず今乾杯します、皆さんと。僕は札幌クラシックね、あの、僕の推しです、僕の推しです。よろしくお願いします。ちょっとあんまり飲み物をピアノとか機材に近づけたくないので、ちょっとマイクから離れさせていただきます。はい、というわけで、皆様お待たせしました。お誕生日祝ってくださってる方、本当にありがとうございます。500名以上が今、高評価も500個以上あって、ちょっとびっくりしてますけども、ありがとうございます皆様。ではいきますよ。乾杯。乾杯。あーあー、今、五臓六腑に染み渡っております。うん、まあなんなら実はこの前トマムに行った時にさ、2日目トマム、撮影とかいろいろ終わって、その後ね、お昼ご飯でお寿司食べながらね、僕しこたま日本酒いただいたんですよね、実は。3種類飲み比べセットとか頼んじゃって、美味しかったです。うん、よし、じゃあちょっとこの乾杯の、まあ、ビールとケーキってね、全然合わないと思うじゃん。でも今気づいた人いるでしょ。そうなんですよ、カタカナ3文字で真ん中に伸ばし棒が入ってるっていう、あの、共通点があるんで、これはまあビールのあとケーキいったとしても、あの、罪には問われない、うん、ただ僕の胃腸が、あの、攻撃してくる可能性はあります。はい、ラランパパンタタタタラパパランパンランパンラパパパン、ラパパ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 
クショタイムってことで。これでどう？とりあえずな、あのろうそくダーセー、ろうそくダーセーってさ、やるやつがあるんだけど、それってろうそく絶対出さないんですよ。お菓子をあげるんですけど、マジでろうそく欲しい。うん、ろうそく出してほしい。うん。はい、皆様、今からちょっと怖いな。ピアノの近く、本当にピアノに近づけたくない。ありがとうございます。いただきます。ちょっと大人食いしますね。大人で分けずに、家族これから食べるというのに分けずに、こんな感じの、映ってるかな、映ってるかな、はい。果物がね、みかん、キウイ、パイナップル、などなど、いろいろ乗っかってますね。はい、というわけで、いただきます。かじって、あ、結構しっかりしてる、しっとりしっかり。いただきます。うまくて笑っちゃうやつ。うん。ドソファソ。うまくて笑っちゃうやつ。ミドソソ、ミドソソ、レドレドシラソ。ドラえもん。どうしたの、のび太くん。うまくて笑っちゃうやつ出してよ。しょうがないな。ちょっと持ってくるフォークがちっちゃすぎて全然うまく食べられない人になってる。うん、とりあえず一気にこれ以上食ったら多分僕お腹下すんで、これは明日あったかいコーヒーと一緒にいただきます。ではケーキタイム終わり、お酒タイム入ります。わ、なんかすごい、お久しぶりになんかすごい甘い美味しいもの食べた。あ、ちょっとクリームが手についてたんで手洗います。よし。夜ご飯はね、いや僕基本的に1日1食なので、夜ご飯は食べなくて、あ、ちょっとすいません、女優ライトの光を柔らかくするやつがふにゃふにゃ動いてますけど。あ、高評価もありがとうございます。またね、ピアノちょっと弾けると思うんで。あ、ダメだ、これはダメだ。ごめんなさい、今ちょっとマイク触っちゃってる。よし、クラシック弾こう。Thank you.
すいません、僕のピアノのシの音、まあこの曲だったらどのフラットの音がいっぱい悪さしてすみません。でね、今ね、ちょっと上の人帰ってきたような音がしたんで一瞬見てきますね。まだ帰ってきてない、まだ帰ってきていない、まだ帰ってきていない。Thank you.
なんか弾けるかなと思って弾いてみたんだけど全然ちょっと最近全然練習してなかった曲弾けるかなと思って弾いてみた。ありがとうございます。菊池くん、お誕生日の歌います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。おお、ありがとうございます。また会いましょう。東京行くんで、あ、なんなら12月ね、あの清居ホールの12月23日だったかな、菊池くんのリサイタル聞きに行きます。いや、清居ホールで弾けるって最高だよな。ソロリサイタルするってなったら、まあ、サントリーホールとかももちろん憧れのホールの一つではあるんですけど、清居ホールってね、あのマジで伝説が生まれるホールなんだよね。本当に僕が今まで聞いてきたソロリサイタルしかり、まあ、あの、まあ、ピアノなりチェロなり何でもめちゃくちゃ行ってるんですけど、清居はあそこはね、もう響き良すぎてね、あとお客さんの、まあ、クラシックしか僕は行ったことないんだけど、そのお客さんがすごいなんか集中して聴いてて、めっちゃ伝説的な演奏を何回も聴いてる清居はそっちの清居じゃないよ、うん、清居はなくていいんだよ、はい清居はないでね、うん、清居はないで、清居はないで。お酒結構ゆっくり飲んでも酔うっちゃ酔う。キャー。あ、ちょっと
ぬるくなってきたな。もう飲み切らないと早く。ね、赤ワインもあるのでね。いや、多分今日お風呂入ってる時にとかシャワー浴びてる時に、わあ、あれも弾けばよかったってなるんだろうなって思ってる。楽譜マニュアルもっとなかったかな。楽譜ちょっと探しまーす。気にはなれないから、うん、あれ俺楽譜足りないの？なんかもっとあったと思ったけど、楽譜ありすぎ。前奏曲の楽譜あるな。今のは音ノイでしたね。あ、菊池くんが昔これ弾いてた動画、昨日たまたま見てた。Thank you.
全部引くんかいって全部引くんかいって思われてますけど、まあ、ちょっとまあ一応ね全部引いたことあるんで、まあちょっともう一回見てくるね。なんか音聞こえるんだよな。あ、そっか、雨が降ってるから雨音が聞こえてるだけで、2階の人は今日は帰ってこないのかもしれません。なのでまだ弾ける。乾杯、乾杯。うん、雨でした。暴走してきたんで、暴走してきたんで、なんか弾きたい曲全部弾くマンになっちゃってるから、皆さんちょっと心配になってきたでしょ。この配信はどこに着地するんだろうって。僕も今弾いてて理性が一瞬戻ってきて、皆様と同じ気持ちになりましたんで、ちょっと終わりに向かっていこうと、終わりも思います。
猫のワラちゃん。
この楽譜買って1回初見で弾いたぶりに初見ほぼ2回目の初見みたいな感じで弾いてみました。カティン君の12丁ハッピーバースデーかな。よし、まあピアノはなんかいい感じで今、まあ、全然ちょっと初見じゃったけど閉まったのではないでしょうか。あ、吉金さんありがとう、ありがとう、また飲みましょうね。ちょっとね、吉金さんと飲むとボコボコに酔うんでね。コメントちょっとあんまり読めてないんですが、ありがとうございます皆様、本当に本当にありがとうございます。弾きたい曲はもっといっぱいあるんですが、まあ一応こんなに弾けたのは本当に久しぶりで、半年ぶりとかなんじゃないかな、うん、はい、今日のアーカイブは1週間残して、その後は、あれにあります、メンバーシップに移行されます。はい、なのでぜひとも1週間のうちに見たい方見ていただけるとありがたいです。ボコボコに酔うってね、そうボコボコに酔うんでね。ちょっとリクエストね全然答えられなかったあのけど、楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけたなら嬉しいです。はい、あ、高評価もねお願いします。よし、僕は今から、スミヤの塩ホルモンを焼き、夜な夜なエールを飲み、赤ワインを飲み、ケーキを食べ、酔ってたらツイキャスするかもしれないという感じで、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。酔っ払いピアニスト、酔っ払いピアニスト佐野シモンでした。どうやって、あ、違う、これ違うな、 OBS でこっちで終われるんだった。ではありがとうございました。またお会いしましょう。ちょっとスクショタイムさっき撮ったから大丈夫か、うん、大丈夫ですね。またねー。